おい、カイドウをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよ、ギザを。え、こら、人の話聞いてねえのか、バカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ、カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。仕上がったら承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。
麦わら、命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力を思い知らせてやら。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺もう逃げねえ。ポケットポケットよっ、はっ、レビューポケットよっ、はっ、ひねりつぶすよ。足でまといだらいい。引っ込んでろ。一枚ガキど、誰をぶっ飛ばすだ。まだ心は折れねえよ。潰して俺の戦力に加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。俺に宇宙を誓い。話にならねえな。最悪の世代だって笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、バカ。こんな野郎と組んだくらいで俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるって。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつか
この一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。光を上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。よし、
ーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは王家七部会、つまり国の人たちにとっては町を襲う怪。しかしその英雄が。クロコダイルは国を乗っ取るため。まずはそれを抑えて。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。えっ、やめときな。お前は煙だろうが。生命か。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。逃がさねえぞ、麦わら。諦めな、ボルトルフィは止められねえよ。行くぜ。オーバチ、エース。なんでここにいるんだよ。話は後だ。協力して片付けちまう。ロケットボード。ルフィ、なんですぐに海軍に見つかってんのよ。音がす。
計な真似しやがって。余計な真似をするのはこれからだ。この国で何を企んでやがる麦わら。しつこい、しつこいな煙。花火、俺は増援を連れてくる。お前らは奴らを足止めしておけ。海軍を蹴散らすぞ。花を任せとけ。エース。どけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。はい。頼むのバズーカ。俺の道を作ってやる。まあ見てなって。踊り子よ。聞いてない。
来やがって。この野郎、トナカイをバカにするのか。